スティックメンはパッド・マステロット、トニー・レヴィン、およびマイケル・ベルニエによって2007年に始動したプログレッシブ・ロック・バンド。2010年以来、ラインナップはマステロット、レヴィン、およびマーカス・ロイターで定着している。バンドはチャップマン・スティックとドラムによるプログレッシブ・ロック・ミュージックを演奏するための手段として結成された。2007年にトニー・レヴィンは キング・クリムゾンのバンドメイトであるパッド・マステロットをドラムに迎え、チャップマン・スティックによって録音された作品からなる、スティックマンというタイトルのソロアルバムをリリースした。これを機に、マステロット、レビン、そしてマイケル・ベルニエによるバンド、スティック・メンが結成されることとなった。2010年にファーストアルバム、スープをリリース。ベルニエは、リリース後、間もなくして、バンドを脱退し、 2010年8月上旬にマーカス・ロイターが加入した。2011年に CD アブサロムを2012年6月にオープンという即興のアルバムを発売した。2013年2月にはディープというスタジオアルバムが発売された。アルバムはマステロットのボーカルをフィーチャーした保冷章のような例外を除き大部分がインストゥルメンタルでヘビロックと呼べる。 作品群となっていることが特徴である。このアルバムには、レビンがボストンを出て、ホエールウォッチングの旅をした体験に基づく11分に及ぶトーンポエムも含まれている。2014年1月、初のライブアルバム、パワープレイをリリースした。2014年10月、スティックメンは2枚組ベストアルバム、アンソロジー2010から2014をリリースした。 ディスク1はスタジオ録音の作品を特集し、ディスク2はツアーで演奏した様々なレコーディングされたライブでの即興演奏をまとめたものだった。アルバムには他の様々なスティック面の曲のリミックスとリメイクも含まれている。その後、キングクリムゾンに関わるメンバーとのコラボレーションによる2枚のライブアルバムが日本の東京でレコーディングされた。最初のものである。 バイオリンとキーボードのデビットクロスをフィーチャーしたアルバムライブイン東京2015は2015年に録音された。続くサックスのメルコリンズとのアルバム六本木ライブイン東京2017は2017年に録音された。マーカス・ロイターを迎えてから4枚目となるアルバムプログノワール暗黒への進化は2016年に録音され、その年のうちに リリースされた。このアルバムでは、いくつかのボーカル曲がフィーチャーされている。トニー・レビンが、タイトルトラックを歌い、マーカス・ロイターが、プルトニウムを歌い、プロモーションシングル、ザ・テンペストは二人で歌った。スタイルから見ると、スティックメンのサウンドは、非常にユニークである。リードミュージシャンが、他とは違った楽器を演奏しているケウナバンドという、事実を歌い文句としつつ、 彼らの音楽はアートロック、プログレッシブロック、そして場合によってはプログレッシブメタルといった音楽ジャンルのどこかに落とし込まれるようなものとして発展していった。彼らのライブにはフリーミュージックや即興演奏の大きな影響があった。ミュージシャンはしばしばフリーミュージックジャムによってそれぞれの楽器を使いこなす自らの才能を披露するものだからである。 最も注目に値するのは、キングクリムゾーンを率いるギタリストのローバート・フリップによる曲ばかりでなく、バンドによる曲を演奏することによって、キングクリムゾーンとのつながりと称賛を尊重していることである。スティックメンはまた、ストラビンスキーのファイヤーバード・スイートの要約版を作曲している。これは彼らのライブでの定番となっている。彼らの作品は大体インストゥルメンタルであり、 ボーカルをフィーチャーした曲はあまりない。ボーカルのほとんどはレビンによるものだが、ロイターやマステロットによるものもある。スープのリリース後、ベルニエはバンドのいくつかの歌にボーカルを提供していた。デジタルリリースライブアルバム、ありがとうございます。